阪神甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は左の伊藤、対するバファローズの先発は右の東、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。左の伊藤、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは中川、はい、背番号67。第9、投げた、決まってストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました。大山交代、これはファースト間に合いません、ファールボール。投げました、外れた、ボール。投げました、おっと、デッドボール。バッターは2番、宗。第9、投げました、インコース低め、ツーシームは外れてボール。さあ、次の投球、ここは送りバント、ピッチャー正面に転がった、アウト。ランナー2塁に進みました。タイガース先制のピンチを迎えます。第9、打ちました、ファールボール。第2球、打ちました、ファールボール。投球はこれから3球目、低め際どい、ボール。第4球を投げました、引っ張った、右打っていったが、これは切れてファール、見送ってボール。投球はこれから6球目、打った、当たり損ねのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9、投げました、高め、外れてボール。第2球、投げた、カットボールはボール。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ、投げた、打ちました。次が4球目、投げた、打ちました。坂本余裕があります、取って、これで3アウト、チェンジ。伊藤、まずまずの立ち上がりです。右の東、マウンドに上がりました。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは近本。第9、打った。第2球、投げた、内角低め、ボール。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げました、サークルチェンジはストライク。次は5球目、打った、右中間のフライ、センター交代、これはヒットになります。打球が転がっている、中継、打ったバッター一塁二塁回って三塁へ、近本スリーベースヒット、タイガース先制のチャンスを迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは2番、中野。ひときわ大きな声援が聞こえます。第9、投げました、変化球、アウトコースへ外れてボール。さあ、次の投球、決まった、ストライク。第3球はボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、見送ってストライク。さあ、6球目、投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが、掴みました。タッチアップからホームへ向かう、ホームイン、タイガース、まずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。右バッターボックスは3番、森下。
げた、ボール。第2球投げた、空振り。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。さあ4球目、打ちました、セカンド正面、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番大山。第1球、インロー際どい球、ボール。さあ次の投球、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、アウトコース低め、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、ストレートはボール、低め。第5球投げた、打った、右中間へのフライ、取りました。これで3アウト。1回が終了しまして1対0タイガース、まずは先制しています。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターはゴンザレス。第1球、初球外れてボール。投球これから2球目、高め、ボール球打った、左中間のフライ、ノイジー落下点に入った、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番紅林。第1球投げました、初球から打ってった。第2球打った、センター前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番若月。第1球投げました、初球サークルチェンジ、空振り。第2球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ツーシームはボール。次は5球目、投げました、ボール。投げた、サークルチェンジ、見送ってフォアボール。バッターは8番広岡。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げた、打った、これはファースト正面、大山。そのままベースを踏んで3アウト。一塁ランナー若月残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。第9投げた、低めのボール引っ掛けた、これは内野ゴロ、ゴンザレス。ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。バッターは6番ノイジー。第9ボール。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ゴンザレス余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番坂本。坂本、第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は打ちました、トング取った、東取ってアウト、3アウトチェンジ。タイガース結局この回3人で攻撃が終わっています。2回が終了しまして1対0です。バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー東。投げました、打った、切れていきます、ファール。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げた、外れた、ボール。投球はこれから6球目、サークルチェンジ、見逃し三振。打順は1番に帰って中川。第9ボール、まずは高め、
第2球。投げた。打ちました。左中間へのフライですが、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番宗。第9球。ツーシームはボール。第2球。打った、流し打ち。ファウルボール。第3球を投げた。打ちました。左中間へ持っていきましたが、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。伊藤、この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは木浪。第9球、ボール。第2球、投げました。インコース空振り。投げました。ストレートはボール。インコースへ。第4球を投げました。高速スライダー、ボール。第5球、投げました。打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー伊藤。第9球、投げました。ボール。まずはインコース低め。第2球、投げた。真ん中に決まった。ストライク。投げた。見送ってボール。第4球を投げた。4球目空振り。次は5球目、投げた。おっと、これは当たった。デッドボール。打順はトップに帰って、近本投げた。ストレートはボール。まずはアウトロー。第2球、投げました。アウトロー空振り。投球は3球目、投げました。決まってストライク。次が4球目、投げました。ボール。さあ、投球は5球目。内角、空振り三振。左バッターボックスは2番中野。第9球、投げました。これは引っ掛けた。セカンドの頭上をフラフラっと上がっている。掴んで、これで3アウトになります。タイガースファーストランナー残塁。序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは森。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから。第2球、投げました。打ちました。ファール。追い込んでから。第3球を投げた。ボール。次は4球目、投げた。打ちました。ファールボール。第5球、投げた。カットボールはボール。第6球を投げた。インコース引っ張った。ライトへの打球、ヒット。森、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。右バッターボックスは頓宮。第一打席はファールフライに倒れています。第2球、投げた。打った。レフト落下点に入りました。掴みました。中継。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。打ちました。初球打ち、ボテボテの当たりはファーストゴロ。一塁はアウト。タイガース同点のピンチを迎えます。第9球、投げました。ボール。第2球、投げました。2球目空振り。タイミング合いません。投球はこれから3球目。打ちました。あっと、右中間、どうだ。センター下がった、ヒット。中継。タイガース追いつかれました。1対1。古林タイムリーツーベースヒット。タイガースなおもピンチが続きます。さあ、先ほどの同点の場面です。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で若月、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、投げました。打ちました。痛烈、いった。一直線、入った、入った。ホームラン、ツーランホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。
今チームメイトが迎えます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは8番廣岡。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げました、膝元ボール。第2球投げました、引っ張った、ファール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、インコース、見逃し三振。4回の表が終わって3対1、伊藤とうとう打たれてしまいました。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッター初球を打ちました、ピッチャー返し、抜けた、森下いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。第9投げた、ただのカーブ、ボール。さあ次の投球打ちました、打球は三遊間へ、ショートから一塁送球、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは5番佐藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球低め、サークルチェンジ外れてボール。投球は3球目、投げた、打った、第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、空振り三振、高めの変化球にやられました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはノイジー。初球を打った、ゴンザレス、下がっていった、落下点で構えます、取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。タイガースセカンドランナー残塁。4回の裏が終わりまして3対1です。バファローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー東。第2球投げました、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ファウルボール。第4球を投げました、打ちました、打球はショートの右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って中川、今日はデッドボールとレフトフライ、打ちました、セカンド左横のゴロ、中野ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスには宗、今日3打席目、投げました、あっと引っ掛けた、当たり損ねのファーストゴロ、大山自らベースを踏んで3アウト。伊藤三者凡退に抑えています。5回の表が終わって3対1です。5回の裏2点を追いかけます。タイガースの攻撃、トップバッターは坂本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました、アウトローの直球はボール。第4球を投げた、打った、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番木南。第1打席はセンターフライに倒れています。初球から打ってった、レフト落下点、左中間のフライ掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー伊藤。第9投げた、初球すっぽ抜け、ボール。投げた、ボール、低め。投球は3球目、投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げました、見送ってストライク。投げました、打ちました、1・2塁間のゴロ、あっと取れない。伊藤ナイスバッティングです。打順は1番に帰って近本、変化球見送ってストライク。第2球投げました、低め、ボール。第3球見送ってボール。投球これから4球目、インサイド空振り。
追い込んで投げました、打った、投げました、打った、打球はセンターへ、取りました。これで3アウト。一塁ランナー伊藤残塁に終わりました。前半が終わりまして3対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは森、投げた、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、森いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番トング、今日はファールフライとレフトフライ。第2球投げた、決まった、ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げた、ボール。第4球はボール。次が5球目、ボール。投げた、打ったいい当たりだ、抜けた、センターからサードへ、トング、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第2球投げた、またも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、1球外した、ボール。第4球はインコース高め、カットボール外れて、ボール。第5球投げました、打ちました、ショートヒット、あっとインフィールドフライになりました、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第1球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。ランナー三塁へスタートを切った。タイガースなおもピンチが続きます。先ほどツーランホームランを放っている若月、第1球投げました、外れた、ボール。投げた、アウトロー、ボール。第3球を投げた、インロー、外れて、ボール。次が4球目、打って出ます、木浪交代、余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、2者残塁。6回の表が終わって3対1です。東降板、マウンド上はワゲスパック、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、真ん中決まってストライク、まずは見送りました。初球ストライクから第2球投げた、低め、外れて、ボール。第3球を投げた、アウトコース高め、ストライク。第4球を投げました、打ちました、抜けた、中野いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。第1球投げました、初球バント、ピッチャーへ転がした、一塁アウト。さあ得点圏にランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、変化球ストライク、インコースへ。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、外れた、ボール。投げた、ツーシーム空振り。第6球を投げた、打った、打球はサードの右、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。ワゲスパック降板、マウンド上ピッチャーは比嘉、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。第9投げた、直球ストライク、インローへ。第2球打ちました、掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁ランナー中野残塁に終わりました。中盤まで終了しまして3対1です。伊藤降板、マウンドに上がったのは梶谷、今日2人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた、初球外れて、ボール。第2球
投げました。2球目ストライク。第3球はおっとすっぽ抜け。次が4球目投げました。高め外れてボール。投げました。打ちました。ファール。第6球を投げました。高め見送ってフォアボール。先頭バッターにフォアボールを与えます。代打は大城。バブローズ代打構成に出ます。見送ってボール。第2球投げました。決まった。ストライク。第3球スプリットはボール。外へ。第4球を投げた。あーっとショーフライになった。ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。スプリットはストライク。思い切って振っていきました。振り返って二塁牽制球。投球これから2球目。見送ってボール。第3球を投げた。打った。ファースト真正面。大山掴んだ。一塁送球。梶谷取ってアウト。タイガース、なおもピンチが続きます。ボール。まずアウトコース低め。第2球投げた。低め外れてボール。第3球を投げた。外の球空振り。第4球を投げた。インコース低め。スプリット外れてボール。第5球投げました。打ちました。ファールボール。第6球を投げました。流し打ち。ファール。第7球を投げました。打ちました。胸。追い込まれていますがファールで粘っています。打った。1、2塁間の当たり。1塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。満員の甲子園スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。比嘉降板。右の宇田川、今日4人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。外。ストレートは外れてボール。第2球投げました。打ちました。内野ゴロ。大城ボールを掴んだ。1塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番坂本。今日はファーストゴロとライトフライ。ボール。まずは外角低め。投げた。ボール。第3球を投げた。縦のカーブ。ボール。第4球を投げた。まっすぐ空振り。第5球投げた。打ちました。抜けた。坂本ナイスバッティングです。初安打。宇田川降板。ここでマウンドに上がったのは阿部。今日5番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。1球目ストレート空振り。いきなり150キロ。初球空振りから高めギリギリいっぱい。ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を1球外してボール。投球これから4球目。ストレートはボール。第5球投げた。打った。ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。打ちました。第7球を投げました。打った。レフト方向へ持っていきましたが取りました。中継。ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。第9球見送ってストライク。1球目ストライクから第2球ボール。第3球を投げました。低め決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。低めの変化球ボール。さあ投球は5球目ボール。第6球はランナースタート。おっとデッドボール。これはデッドボール。初球空振り。1球目空振りから打ちました。ファールボール。第3球はボール。第4球を投げました。打った。これはいい当たりだ。入れば逆転だ。打球はそのまま伸びていく。レフトを見上げた。ホームラン。逆転。スリーランホームラン。
こちらが先ほど逆転のシーンです。バッターは2番中野。これが4度目のバッターボックス。第1球スプリットはボール。第2球投げました。打った。ピッチャーは正面。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして4対3、タイガース1点リードに変わっています。梶谷降板。マウンド上は岩貞。今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バブローズ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは森。今日はここまで3打数2安打。第2球ボール。第3球を投げた。打ちました。ノイジー取った。アウト。森。いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打野口。第9球インロー際どい球ボール。第2球真ん中ストライク。投げた。高め際どいボール。第4球を投げた。打ちました。追い込んでから第5球投げた。外れたボール。第6球を投げた。打った。ピッチャー真正面。ピッチャー返し。一塁送球。一塁はセーフ。記録はヒット。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは5番ゴンザレス。投げました。初球打ち引っ張った。三塁線フェアだ。野口二塁回って三塁へ。その間に一塁ランナーはホームへ向かう。タイガース逃げ切り失敗。追いつかれました。4対4。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バファローズダイソーを送ります。小田二塁に入りました。今日ツーベースを打っている紅林。大きな声援が届いています。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。外を際どいボール。第4球を投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。センターバックホーム。紅林いいバッティングを見せました。タイガースなおもピンチが続きます。さあここが試合の分岐点となりそうです。タイガースここは中間守備を取りました。初球空振りからボール。投げた。見送ってボール。第4球は真ん中にストライク。キレのある変化球。追い込んで投げた。打った。これは犠牲フライになるか。渡辺落下点に入った。掴みました。三塁ランナーのタッチアップはどうだ。タイガースここで勝ち越されました。5対4。バファローズ見事チャンスをものにしました。これで勢いがつきそうです。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。岩貞降板。左の桐敷今日4番手としてマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球打ちました。さあ次の投球速球高めボール。第3球を投げた。ボール。投げた。インコースのボール左へ。ファール。第5球投げた。打った。痛烈な当たり。破ってった。中継。茶野ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターは9番大城。
第9球投げました。スラーブはボール。投げました。2球目空振り。第3球を投げました。打ちました。引っ掛けた。フラフラっと上がった打球はショートフライ。取ってこれで3アウトチェンジ。8回の表が終わって5対4、タイガース再びリードされています。阿部降板。マウンド上ピッチャーは小木田。今日6人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9球、初球スライダー空振り。第2球投げました。見送ってボール。投球は3球目投げました。打った。中川バックしていった。ファールボール。投げた。打ちました。中川交代。切れていきます。ファール。高め外れてボール。第6球を投げた。打ちました。第7球を投げた。外角高め。スライダーは外れてボール。第8球を投げた。打ちました。ファースト正面。中川ボールを取る。小木田取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球ストライク。いきなり153キロ。1球目空振りからスライダーボール。投球はこれから3球目。インサイド直球はボール。さあ4球目空振り。追い込んでから第5球打った。ファールボール。第6球を投げた。見逃し三振。バッターアウト。バッターは5番佐藤。第1球投げました。ストライク。いきなり152キロ。初球空振りからボール。第3球を投げました。渾身のストレート空振り。投球これから4球目ボール。第5球投げました。低めボール。抜けました。投球はこれから6球目アウトコース。空振り三振。タイガースこの回クリーンナップもあっさり三者凡退。8回までが終了しまして5対4です。ピンチヒッターは足立。第9球低め際どいボール。第2球投げました。アウトロー際どい球ボール。第3球ストライク。第4球を投げました。アウトコース低め空振り。追い込んで第5球打ちました。右中間へのフライ。センター落下点。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは宗。今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた。外れたボール。第3球を投げたボール。投げた。スプリット空振り。第5球投げた。打った。右中間へのフライですが、右中間深いところを掴みました。バッターは3番森。第9球高め際どいボール。第2球投げた。スプリットはボール。インコース高め。第3球を投げました。ストライク。投げました。ボール。タイガースここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げました。スラーブ決まってストライク。投球はこれから6球目低め空振り三振。霧式上位打線を三者凡退に仕留めています。9回の表が終わって5対4です。小木田降板。そして最後を締めるのは平野。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました。初球外れてボール。第2球打ちました。フラフラっと上がった。サード落下点に入りました。掴みました。
これでワンアウトランナーはありません。バッターは7番坂本。今日はここまで3打数1安打。初球空振り。第2球投げました。打ちました。レフトへのフライだ。レフトバックしていった。ここは大事にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。バッターは8番木南。スタンドからは必死の声援が続いています。第2球打ちました。第3球を投げた。インコースのボール左へ。三塁線フェアだ。レフトからセカンドへ。木浪ツーベース。今日初めてのヒットになりました。リプレイをご覧ください。代打は小野寺。タイガース一打同点の場面を迎えています。まずは二塁牽制。タッチはセーフ。二塁はセーフ。ボール。第2球投げた。ボール。第3球見送ってストライク。次が4球目。打ちました。いい当たり。セカンド左抜けた。センターバックホーム。二塁ランナーホームイン。タイガース最終回で追いつきました。5対5。打順はトップに帰って近本。今日3打点を挙げています。初球落ちました。ピッチャー返し抜けた。センターからサードへ。近本いいバッティングを見せました。タイガースサヨナラのチャンスを迎えます。さあこの勝負でゲームが決まってしまうか。バファローズ外野は浅めの守備を取ります。1球目ファールから。第2球打ったに当たりだ。打球はセカンドの左アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。平野やりました。切り式降板。マウンドに上がったのは岩崎。今日5人目のピッチャーとして登板です。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9初球空振り。1球目空振りから第2球ボール。投球は3球目投げた。打ちました。第4球を投げた。打った。第5球投げた。外のボール球打った。ライト方向へ持っていきましたがライト交代。ヒットになります。中継西野ツーベースヒット。タイガースピンチを迎えます。さあリプレイです。バッターボックスは先ほどダイソーに起用されました小田。タイガース一打負け越しのピンチを迎えています。第9球初球送ってきました。取った。ピッチャーから一塁送球。渡辺取ってアウト。ランナー三塁に進みました。タイガースなおもピンチが続きます。さあ次の投球直球見送ってストライク。投球は3球目投げました。サークルチェンジはボール。さあ4球目打ちました。ファール。追い込んでから第5球打ちました。さあ6球目投げました。ボール。さあ7球目変化球外れてフォアボール。バッターは7番若月。ひときわ大きな声援が聞こえます。見送ってボール。第2球空振り。第3球を投げました。おっと当ててしまった。デッドボール。バッターは8番茶野。タイガース一打負け越しのピンチを迎えています。第2球投げました。スラーブはボール。投げました。ボール。
さあ4球目打ちました。三塁ランナーホームに向かう。タイガース勝ち越しを許します。タイガースなおもピンチが続きます。バッターは7回途中出場の大城。投げた、ボール。まずは内角低め。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、インコース低め、ストライク。第4球を投げた、空振り。第5球投げた、打った、ライトへ上がった、取りました。これで3アウト。10回の表が終了して6対5、タイガース1点をリードされています。平野降板。ここでマウンドに上がったのは山田。今日8番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、アウトコース低め、外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。投球は3球目、投げました、打った、当たり、そこでのセカンドゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番大山。これが5度目のバッターボックス。第9投げました、ボール。まずは膝元。第2球投げました、変化球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、アウトロー、空振り。次は5球目投げた、空振り三振。バッターは5番佐藤。今日はここまで4打数ノーヒット、2三振。投げた、見送ってボール。第2球投げた、打ちました。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、打った、切れていきます、ファール。第5球投げました、打ちました。次が6球目投げました、カットボールはボール。第7球を投げました、低め、カットボールは外れてボール。第8球を投げた、打ちました、センター前に出る、落下点に入った、取りました、ゲームセット。タイガース敗れました。さて本日のヒーローは若月。今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対5、タイガース1点差で敗れました。勝利投手は平野、敗戦投手は岩崎、そして西武は山田。タイガース残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームに期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。